パトンビック508ボルトパトンはイタリアのレース用オートバイコンストラクターである。1960年代からロードレース世界選手権などで活躍した。1957年世界グランプリを支配していたイタリアのメーカーが揃ってグランプリからの撤退を発表した。その中の一つであるモンディアルのエンジニアであったジュゼッペ、パットンには独自にレーサーを作り続けることを決意し、 デザイナーのリノ・トンティの協力を得て、モンディアルの 175cc をベースにした、レーシングマシンを製作した。オリジナルの OHC を DOHC に作り変えた。この単気筒マシンは、パットーニとトンティの名を取って、パトンと名付けられて販売された。パトンは続いて 125cc バージョンが作られ、この 125cc パトンでマンシマ t t レースや、イギリス国内のレースに出場して、 高成績を収めたのが、後の世界チャンピオンであるマイカ・ヘールウッドだった。このヘールウッドの成績に手応えをつかんだパトンは、オリジナルの 250cc2 気筒マシンを開発し、1958年最終戦でグランプリにデビューさせた。しかし、このマシンは当時のグランプリ全クラスで圧倒的な強さを発揮していたメガボルト・アグスタに立ち打ちできず、 目立った成績を残すことはできなかった。同じ頃、トンティが他のメーカーからのオファーによってチームを離れ、パッドーニは一人で新たな 250cc マシンを開発した。1964年にデビューした、このマシンは以前のモデルに比べて信頼性が大幅に向上しており、この年の満島では、ホンダ、メガボルト、アグスタに続いて3位になるなどの活躍を見せた。 その後、パトンは1965年には 350cc の2気筒マシンを開発し、1966年にはパトンのマシンを使うチームからの要望に応える形で 500cc のマシンを製作した。そして、ホンダがワークスチームを撤退させた1969年、パトンのマシンを狩るビリー・ネルソンは2位表彰台に3度。 上る活躍で 500cc クラスのランキング4位を獲得した。1970年代になると 500cc クラスでも、小排気量クラスと同様に二ストロークのマシンが対等し始めた。パトンは4バルブ化で馬力を向上させて対抗したが、1975年には、長年慣れ親しんだ4ストロークを捨ててに、ストローク V 型4気筒の新型マシンを開発した。その後、 500cc クラスは日本メーカーのワークスマシンの増大によってそれ以外ではポイント獲得すらままならないクラスとなっていったがパトンはそのような状況でも数少ない小規模コンストラクターとして参戦を続けていたしかし1999年にパトンの創始者であるジュゼッペ・パットーニが死去し息子のロベルトが後を引き継いだが2年後の2001年に ついにグランプリからの撤退を決定した。グランプリ撤退後、パトンは新たなプロジェクトとしてヨーロッパのクラシックレースのためのマシン製作を開始した。ジュゼッペが残したオリジナルの図面を元に復元された1960年代の 500cc2 気筒マシンは最新の素材や長年のグランプリ参戦で得たノウハウが投入されて当時をしのぐ出力と信頼性を発揮している。 ビッグ 508V と名付けられた、このマシンは2007年から2009年までマンクスグランプリで3年連続チャンピオンに輝いた。ありがとうございます。